はい、どうも皆さんこんにちは。ネタ100本企画大平からです。よろしくお願いします。さあ、7月といえば様々な祇園祭り、天神祭り、七夕祭り、様々な祭りがありますけんども、七夕というとね、七夕というと日本では笹の葉を軒場に飾って、短冊を吊るしてそこに願い事を書いておけば叶うというそういう言い伝えがありますけども、それを見た中国人がこれはええと、中国でもやろうと笹に短冊を吊るして軒場に笹を飾ったんですよ。次の日その笹を見て中国人びっくりしました。パンダに全部食われていたというね、中国人パンダこの野郎言うたらしいですよね。今日のオープニングギャグでございますけども、いかがだったでしょうか。でもこの七夕祭り、七夕にね、短冊を吊るして、願い事を書いておくというのは実に理の叶ったことなんですよね。というのも、皆さんご存知ですか？引き寄せの法則というのがありまして、紙に書くことでイメージして潜在意識に働きかけて、その願望が叶うように行動するようになるという、それを引き寄せの法則というんですね。方法としてはどうすればいいか、簡単なことです。願い事を紙に具体的に書く。これだけなんです。ね。具体的に願いを叶った自分をイメージしながら願い事を紙に書いてください。1日最低100回紙に書いてください、願い事を。ね、願い事を1日最低100回紙に書くとどうなると思います？皆さん、1日100回最低100回願い事を紙に書くと手が疲れるんですよ。なぁそれ、そのまんまやないか、そのまんまやないかい、そのまんま東とか言ってますけどもね、これにはコツがあるんです。はい、具体的に書くこと、これなんですね。ちょっと例を見てください。お金が欲しい、お金が欲しい、お金が欲しい。こんなアホみたいなのダメです。こんなもん叶いません。ね。年収が上がりますように。こうやって具体的に紙に書く。ね。これがコツなんです。これ紙に書く前、僕は年収、もう恥ずかしながらね、年収150万しかなかったんですよ。150万ですよ。でもこの引き寄せの法則に出会ってから、試してみてからね、なんと、たった150万しかなかった僕の年収が次の年で、なんとたった1年で、ぐーんと、151万に上がったんですよ。すごい効き目ですよね。効きますわ、これは。ね、他にもいろんな方法、いろんな例がございます。ご紹介しましょう。この方の願望をご覧いただきましょう。この方の願望は、声優の仕事がしたい。声優になることを憧れてイメージしました、この方。頑張りました、1年。すると、次の年、驚くことになんと、スーパー声優で働いてたというね、夢が叶ったんですね。これ感動しますね。そうなんです。仕事の願望も叶うんです。この方、次の方の願望を見てみましょう。はい、こちら。金曜日の勤務は早く上がれますように。ね、これは店長に言うた方が早いですよね。この紙、店長に見せた方が早いですけどもね。これは店長に見せろっていう話ですけどもね。次の方の願い事を見てみましょう。はい。最悪左遷で済みますように。何したんでしょうね、この方ね。何したんでしょうね。こういうのはダメです。というのは、ネガティブワード、これ、左遷というね、このネガティブワード、嫌な予感は当たると言いますからね、嫌なことを書くと本当にそうなるんです。こういうミスをやらかしたときは、ね、素直に謝るのが一番ですね。左遷されそうな失敗をしたらね、素直に謝るんですね。左遷だけに、左遷、左遷。うまいねーで、うまいこと言ってしまいましたけども。すいません、うまいこと言ってしまいましたけども。次の方のお願い事を見てみましょう。こちらです。幸せになりたい。ね。こういう恋愛の願い事も叶うんですけどもね。恋愛の願い事も叶うんですが、この人幸せの漢字間違えとるやないかい、ね、幸せの字がつらいになっとるやないかい。大丈夫か、これは。ね。つらいという字に一本足すと幸せになれるんです。あ、金八先生みたいになってしまいますけどもね。次の例見てみましょう。こちらです。どうぞ。この方の願い事は、結婚願望が高い方とお話ししたい。これがいいんですね。これ婚活をする人、最高の方法なんです。この人の願い事。これはね、結婚するためには、結婚に前向きな人と出会うことしかありません。これは最良、最高の方法なんです。でも、ね、結婚願望の高い方、いっぱい集まる場所、そんな場所、どこにあるんですかね。ここやん。婚活お見合いパーティースタートでございます。ありがとうございました。ゼロチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。大変ガルです。さあ、この度、
サブテレビで、政村社長プロデュースの番組「スタートライ」という番組に出していただきますので、そちらの方もぜひ皆さんよろしくお願いします。